オッケー、入ったー。イーブンだから、イーブンだ。あれ、イーブンの音？あ、いいね。いや、イーブンだけど、次先行だし、トルネード持ってるから。最高。体力がね、最高体力が。俺ら初心者コンビだから、プラス10スタートだ。そのルールあった。それにしてもでけえ。そんな差開いてないよ、まだ。うん、そうだよ。3ポイントだもん。あ、はい。まだいけますから。あ、これなんだっけ？なんか、昼と夜みたいな。入れ替わるんだよね。入れ替わったらどうなるの？あのかぼちゃは何？あのかぼちゃは浮いてるんだけど、サズレが、え、これどうすりゃいいんだ、サズレが何その捨てゼリフ、施設サズレがだいぶ傷ついたわえ、どうなんだろう。でも2人倒しちゃったらあっち有利になるのかな、決めやすくなっちゃって。あ、なるほど、ね、入るか本当にそれ。でもなんかちょっとやってみるわ。あ、まあまあ行きましょう。はい、おお、すごい、あ、すごいよ。ああ、惜しい、外しました。あ、まあいいんじゃないですか。確かに、何これ、なるほどね。俺でだって あれやったら入られても、うん、2枚抜きいけるかなって思ったんだけどね。俺らって能力持ってんのこれ。持ってる、ね、フリーズがある。あ、おい、やめろよ。そっか。いや、でもこのなんか入れ替わりがよくわかんないね。もうやってみるしかねえよ。そうだね。ああ、そっち狙うのお前やめる、ダーティーなプレーやめろ。全部やってみるしかねえよ。男は度胸男は度胸だ。ああ、懐かしい。夜になって懐かしいね、この感じ。ああ、目の前やべえ、黙れよいいよいいよ、あいつ凍らしてやったわ。これ一回休みとかになるのかな。なりそう。あ、そうだわ。うわうわ、ダーティー、ダーティーなプレイヤーって、ダーティープレイヤーと言っといてもさ、これで俺があれ倒したとしてさ、ほんときつさね。でもうまくいけんじゃない。あ、それでもいいんじゃない、うん、あー、そう、星の奪い合いくんの。うわ、きつさね。あ、これ俺じゃなかった、次。あ、そうか、あ、そうか、キヨ君だった。うん、いや、これでいくわ、ちょっともうこれでうまく壁も跳ねさせるわ、うん、まあ、最悪、取れなくてもオッケー、うん、こんぐらいでいくわ。でも敵倒さないと体力増えないんだぜ。そうなんだぜ。いや、いい、ね、いいよね、逆に過激、まだいいよね、過激いいよね。これどうすりゃいいんだろうね。どうしよう倒しに行く、先にどうすりゃいいんだろう。倒しに行く。え、あのカボチャ何なの。女も星取ればよくね。あ、敵なんだ。ジャンプで倒すしかない。星取りつつ、俺らも星取っちゃうんか。お前その場でジャンプしろよ。星取りつつ、どうだよ、その場でジャンプしろよ。お前その場でジャンプしろよ。カツアゲかなんか、で、俺らがスッと入れるもうジャンプの好き、ウィンウィンじゃん、みんなが。もうこれマックスでいってトレーナー使うか。もう一回下押したらもっと出る。あ、起動。あ、それでさ、あの、あいつごとトルネードでさ、トルネード入れ替わっちゃうよ。やっちゃうんじゃない。いや、トルネードで使えばいいんじゃない。だからトルネードで当たれば多分、うん、入れ替わらない。これでいこう。いいんじゃない。足りない。入った。あー、足りない。あー、この晴れのやつで変なことになっちゃうよ。で、で、当たる直前で変なことってトルネードよ。いけー、トルネードよ、おらこれで、やべー、おらかわせ、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 あーあばよ夜にしなくていいだろ、別にこれ、このまま入れる可能性あるんじゃないの。ちょっと動く。あ、でも、あ、いいよ、ここでいいか。制御難しいんだよね。これ、俺らのターンなくなる。俺らのターンはダメージで。おー、すやすや寝てますよ。あ、ダメージがあんのか。キャンディーの夢見てますよ。でも入らねえから。あれ、でも星あれ取ってねえ。え、取ってる取ってる。あ、確かに黄色い星になってる。あ、黄色だよ。取ってる取ってるよ。あ、なんでなんで取ってる取ってるよ。いや、取ってないじゃん。どうせあいつら一回休みだし、星回収しとこっか。あれ取ったよね、俺ね。今一回休みになったから次はこうできるよ、俺ら。あ、そっか。さすがに今した方がいいよ、今。でも星取っとこうか。俺らも星取って終わるよ。俺らも星取る。もうゴールするよ、俺ら。まあでも取っとこう。どうしよっかな。え、悩むな、決めに行くか。ちょっと悩むね。俺らにぶつかったらコピーも行っちゃうからね。一旦それでやってみてほしいわ。ちょっとさ、一旦ね。一旦。ヨッシーの今うまいとこまだ一回も見てないから。なかったっけ。これでスポット入れてほしいわ。確かに、それは見てみたいな。見せプレイってやつ。いや、これはね、でも。見せプね。スポットね。今のとこ、ヨッシーのエアプしか見てない。ヨッシー、何考えてる、ヨッシー。かっけえ、かっけえ。いや、かっけえの見てる。挑戦する姿勢がかっこいい。普通でいいんじゃないの、ヨッシー。いや、俺普通に。あどこに、どのぐらいかければ結構かかっちゃうよね、これ。でもちょっと浅くかければいいんじゃない。浅く上にして、あ、それで上に入れて。あー、なるほど。ああ
これだとダメだから。それでももうかかってるね、十分。ここが一番の。それがベストなのかな。いけるよ。よしよし。マックスで。かけすぎるんだろうな、ほら。ほらね。かかれ。うまい。あー、かかってるな。まあまあでもね、まあ、ね、まあでも2個取ってるからそうだね、もうこれを上越えてったからびっくりした見上げちゃったのこれ割っていい割る、これ決めよう決めよう、お前連打しかしてねえじゃんこっちからお前連打しかしてねえじゃん、本当これしなくていいんだからね、なんかホストらずうまくゴールしないかななんでウシファーサービスしたんだよあとは決めるだけですよ、言っても同点ですからね、同点だよ、うん、そうそう同点だからね、ウシだから、ここも同点なんだよな、しかもあとだって3、4ゲームあるわけでしょ、あ、もうだって全然逆転できるよこれ正直、3点差はあるね、これは正直無理だよ無理だよ、これ落ちる、これ、え落ちるね、ここ危険だ、うわとりあえずまっすぐ取りに行く、まっすぐでいいのかな、それかめっちゃ戻してあトルネードでなんとかするみたいな、はい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 、トルネード誤爆するよ絶対、いやいける、やめた方がいいよ、うん、あんまり、いやいやあんまよくない、身の丈に合ったプレーした方がいいよ、はい、うん、いやいやいやほらいやいいよあれいいよいいよほらほら、俺よく待ってボタン押したから1個取れなかったいやでもすごいじゃん、ね、ホールインワンできそうだったよね今の、確かに、あそっかホールインワンもあった、そう俺なんでボタン押しちゃったんだろう、えでも十分だよこれでも、そうでしょ、これ今のままだと2にしかなんないんだよね、だからトルネード強いんで、反対のところでぶつかってやってトルネードも奪いつつ星も奪ってやる、欲張りすぎねえわそんなにやるの、そのまままっすぐそんなまくいかないよ、中に落ちてって、あこれもうこれ以上下押せねえ、あそうなんだ、へえ、下押せばなくなんだよね、そう、あ押せねえわ、浮いてるから、浮いてる時はあんま出なかった、とりあえずこれでいい、突っ込んでって、うん、これぶつかるときなんか押したりすんの、お互い落下したりしそうなんだけどぶつかるだけいいんだよね、まあ、うん、何でもいい、分かった、何でもいい、何したっていい、くさばれあれあれどこ行くの、あれ、あれ、どうしたのおいなんかどっか行っちゃったね、またどっか行っちゃったえ、でも星は取った。星は取った。星取った。星取った。でもこれ決めんの難しいよ、ね。お前落ちるぞ。まっすぐさ。落ちるか。お前それ一回全力で行ってみって。なんかバックスピンで制御できない？なんか止め具合。浮かして。あ、でも。あ、でも。やめとけやめとけ。お前ウッシーじゃねえんだから。お前ウッシーじゃねえんだよ。お前ウッシーじゃない。フチはフチダメ。ダメ。フチは連打しかできないから今。普通でいいんじゃないの？やってみ、普通でいいのかな、あ、でも普通で全開でもいいかもしれない、ね、星取りつつでいいんじゃない、確かに全開でね、まあ、真ん中だね、これこれまっすぐだね、まっすぐだね、いや、俺はこれでいく、俺はもうまっすぐしか考えられないから、ね、お願いします、うん、連打しろよ、連打連打しないよ、はい、来たフルパワー、うわー、だけどまんまいいんじゃないですか、まあでも星を塗りつぶしつつだから、うん、まあ、落ちるような、そんなに悪くないよ、ね、落ちるような愚行はしないから大丈夫、あれまた寝ちゃうのかな、もしかして、寝ないでしょ寝るのか、こいつ寝るの、決めに行こう、あーこれいられそうだな、いや無理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 、一応バックス、なんか平地だとどのくらいかっていうのが分かんない、あ、ちょ、これ跳ねすぎじゃない、だからこれ半分でいけると思うんだよな、あ、なるほど、思ったよりいっちゃうよ、半分美しい、うわー、いったー、すげー、うまっ、すげー今のはうまい、これよこれ、すげー、 6差出ちゃったから、それだよ、あと2ゲームあるんだよね、2ゲームあるね、4、1、あと次全部5、5で取ればいいんだ、ついに来たね、でもこれ5がね、5ねえ5がねえ、6差だから次これ4全部取ればいいんだ、あー、これどうしたいんだ、全部で5だね、ここそうだよ、ね、最後から、あ、そっかそっか、2つになる、なんか多分スイッチ押すとあの回転が止まるんだろうね、そうだね、あ、そういうことか、なんか回転の床でちょっと転がりが曲がっちゃったりするんだよね、これいくか、いけるか、とりあえずこれで逆向きになったりとかじゃないんだ、そうそう、これ床の影響受けるかな、行ってみよう、あ、あ、いいんじゃない、さらに使う、あれ、いいんじゃない、いいんじゃない、あれさらに行くよ、じゃあトルネードしちゃおうぜ、はい、行きます、えぇ、どこ行ってんの、そう、耐えたない、そう、耐えたない、こいついや、だけど十分でしょ、これいや、十分だね、レザさん、これそのまま回収して回収回収できるかな、まあ、同じ軌道に行けばいいよね、確かにね、まあね、同じ軌道って、同じ軌道同じ軌道って、同じ軌道路線あるね、確かに、どういう台風奪うでもいいけど、ね、あ、でも確かにあの星1個取ってもうホールインワンじゃないけど、うん、そこに行くのは
確かにあいつからとりあえず奪ってやった方がいいかも。奪ってやろ、いったトルネードあれば割とどうとでもなったりするから。トルネードの操作はどうやってやってんの？なんかね、トルネードはね、右か左に押してる方にちょっとだけ曲がるんだよ、ね、あ、取られたー。そうなんだ。確か取られた。うわぁ、怖え、行くかと思った。あ、勝ち君じゃなくて、おらぁ、うめぇ、やばい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 、プレイしてきた。あいつ落ちりゃよかった、落ちりゃよかったのに。あいつ考えらんねえな。いやでもこのままゴールしちゃえば結局ポイント的には勝てるわけだよね。そうね。いやビビったけど、いやいやビビった。面白いプレイ見せてくれたわ。落ちりゃよかったのに。いやこれ多分入んないから。よし、次のターンまだ俺らあるよ。まだあるか。うん、もらった。やりすぎた、やりすぎた。これで何も押さない。あ、美しい、美しい、気持ちいい、美しい。経験者じゃん、もう。そうだよ、経験者とやってる気分だ。経験者みたいだ。ほんと経験者みたいな。嫌な気分、嫌な気分。ボコられてる。ちょっと待ってよ、1ポイント差だよ。俺らプラス10だから。あれ、確かにそういうことだったんですね。それあるから、それあるから。10でけえ。意外にやるね、相手。意外とうめえよ。なんでちょっと変わってる風なんだよ。で、あ、うわ、トネードある。あ、トネードか。あのパラソルは敵、普通の。いや、あれコピー。バドルズ。あ、そうそう、パラソル。パラソルは、急ブレーキできる。あ、急ブレーキ。転がってる時は急ブレーキするし、浮いてる時はふわっと降りれる。あー、なるほどね。意外と強いよ。あと雨降った時とかね。うん。便利だね、雨降った時。普通の効果がね。急な雨にも対応できる。パラソルあればね。そうそうそう。間違っちゃない。よかった。あ、全然間違ってない。正しい。危な。どうしたか全然わかんないんだけど。正しいことしか言ってない。分かった。もういいよ。もう話題はいい。どうしよう、これで横に変えてかけるか、うん、で、こっち、あ、2枚抜き。あ、すげえ。お、2枚抜き、完璧な2枚抜き。これいこうか、これいこうか。そうだね。まあ、計算はできてる。そうだ、ね、計算だけね。ただ、その通り打てれば。いや、でも弱くないですか、弱くないですか。いや、ほら、ほんとだ、ほんとだ、ほら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 、さすがだ。あ、さあ、使おうか。危なくない？大丈夫だって。結構危なかったよ。あれ、ほらほら、ここバンパーないからさ、外側。怖い怖い怖い。そう、落ちちゃうんで。十分十分。でも十分、すげえ、3枚はすごい。ちょっと俺ね、3つ取ったのはすごいわ。もう、自分で考えるわ。誰にもこれがいいんじゃないかって思わせない。なんだそのプレーはって思わせない。トルネード取っといた方がいいんじゃない？捨ててんじゃないかな。これトルネード俺あるんだよね。あるけど。あ、そっか、今あんのか。それ当たった瞬間にもうなくなっちゃうんじゃない？別の絵になっちゃう。あ、そういうこと？まあでも、まあ、それは仕方ないけどね、結局は。能力使った状態で当たってもそうだっけ。まあ、そうなるか。そうなるんじゃない。あ、そうなんだ。あの緑のやつは、あっち側になんか、なんていうの、いや、圧がいっちゃうよね。そういうことね。勢いが。ちょっと見てて。え、これ大丈夫なの？おう、大丈夫。どうするつもりだ。え、ん、まず行くじゃん。うん、ここで大丈夫。いや、そうなるだろう、なるだろうな。その通り、あそこでやったらああなるっていうのは。そうだよね。転がって戻ってきた時に使えばよかったよ。なんでそっちじゃないんだ。ギーンって行くのかと思って、台風だから。台風だから。台風だから。これ取れるかな。なんかギリギリ手前でバウンドしてる感じするけど。あー、敵倒した時点で一気回復すんだ。なんかまだパラソン取りたくないような気がするんだよね、うん、もうちょっとトルネードの恩恵受けたいから。それ取りつつカーブかけて左行く。なんかこう着地の間際にトルネードやったらなんとかなんないかな。ああ、なるほど。俺を信じろ、行くぜ。こうしてここ、あ、いい、あ、いい、こうしていく、いい。あ、さらに、あ、行かないか、いい、うまで、パラソル2つが残った感じだから、はい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 、とりあえず小銭稼ぎしよう。俺がやりたいことだった。でも今の全然違うけど、あんな感じ、あんな感じ、あんな感じ、イメージは。あ、泣いたかったんだ。敵倒せばとりあえず死なないんだよね、こっち。そうだね、体力は回復できるから。体力今どんぐらいあるんだろう。1か、取った方がいいね。そうだね、倒した方がいい。絶対倒さないと、まあ休みになっちゃうね。一応こっちの方にするか。うん、フリーリコンないし、跳ね返ってきてから、あ、そっか、あれねえのかも、うん、あ、そっか、パラソルになるのか、どっちにしろ。あー、そうだね、もうトルネードもないし、まあパラソル効果は上書きされるんだもんね、うん、
なんかすごい微調整してる、微調整してるそんなんいるこれ。いや俺あっちに落ちていきたいの。なるほどね。ぶつかってトルネードを奪おうとしてるな、あわよくば。奇跡の、あ、ね、奇跡の一打。それができればパワーマックス取った。そして穴になる、穴になって、おや、おお、そしてあっ、やった使わない方が良かったんじゃない使わない方が転がったんじゃない。その前に肩開いた、使いたかった、使いたかった、見ろってとりあえず2ポイント。これはもう確かに、で、これ富士入ることはまずないから、ない、これは、これは難しい。いや、これ行くよ、俺は、まあ、行くかな、これこれ、これ普通に難しい。あ、これ1個こっちちゃうともう落ちちゃうんだよね。そうだね、落ち落ち落ち、それでも落ちるよ。いや落ちないよ。やってみろよ。行くよじゃあ。見とけ。絶対落ちるよ。見とけ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 や、これ。ほら、まさか。落ちるぞ、落ちるぞ。使うか。これ落ちた。じゃあ使う、じゃあ使う。じゃあ使う。じゃあどこ行ってんの。食べれるの使うタイミングおかしい。ほらな。牛頑張ってね。お前はミスを犯したな。ほう。直線上に俺がいる。え、何するの、何するの、あれ、奪いに来る、まさか。あ、まあでも、ありはありかもしんない。あそこの一つもらえるし、まあね、あー、こうでいいな。大丈夫任せてよ。大丈夫、あのなんか、緑あるけど大丈夫本当に、うん、当たるだけでいいんだよね。とりあえず当たればね。あ、やられた。あれ、お、お、うまい、ナイス、あー、お、ナイス、ナイス、えい、しっかりね。あいつもう一回。おしゃれ。入る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 。危ない危ない。さあ。ナイスナイス。よしよし。今のいいプレーだな。いいプレーでしょ。すげえ。回収。こっちも気絶してる。こっちも気絶するね。そうなんだ。あ、ってことは俺らのターンだ。そうだね。あ、違う、あっちのターンなのか。あ、そっかそっか。一個優先か。違う。じゃあダメじゃん。でウッシー多分入らねえから。まあ入らない可能性はあるね。いやこれ、いやもうこれ気持ちよく決まんじゃない、もう。普通に。ウッシー行くよ。こっち全部星回収する気持ちでやってるからもう。美しいね。俺は入れるよ。もう終わらせるよ、その気持ちも。そう。あー、行っちゃったな。あ、もう終わらせたわ。GO! え？もうちょっと行くと、もうちょっと行くと思って。すいません。ちょっと調子。レさん、それじゃダメだよ。それちょっと調子の…レさん、それじゃダメ。次入っちゃうもん。違う、逆転できねえよ、それじゃあ。どう足掻いても無理じゃない。ほらのピンクを回収しよう。無理だよ。ほらの3個のピンクを回収しようよ。回収したって無理じゃん。そしたらなるでしょ。で、最後のあれも2で9で22対22にできるよ。いや、確かに全部取ったら。そうだね、取ったらね。マジで勝ちの数字あるんだ。あるある。勝ちには行こうよ。台風あんだよ、こっち。確かにね。いや、台風強いもん。台風あれば何個も取れる可能性全然あるから。そうそう、止まってから台風使ってもいいからね。台風、台風いや、でもな、遠いよ。あのカービィを台風1回ぶっ壊したらどうなるの。体力2減るぐらい。2減るだけ。休みにはなんないのか。そうだね。いや、届かないんだよね。大丈夫、台風あるから。そこで弱めに打って浮き玉を左とか1個取ってからトルネード使うみたいな。で、上のこともできる。なんか嫌な予感しない。ちょっとだけするちょっとだけする。あんま危ないのやりたくない。勝ちに行くんじゃねえのか。そうね、多分チャレンジしないと勝てないよ、もう。もう見らないで、うん、こっち失うものねえんだよ。勝つならそうだよね。そうね、7割いや、失うもんないから何割でもいいよ。7割で手前の星取ってから奥をトルネードで狙いに行く。そう、で、あわよくば牛のとこまで飛んでって、遠い遠い遠い。あわよくば、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 あわよくばでいい。全部あわよくばで。あ、やっちまった。いや、いい便利な言葉だな。まだ使っていいよ、使っていいよ。あ、こっち来んな。おお、どうせなら攻撃しようとするんだ。おい、何もやられてねえぞ。ダメだった。あれ、終わっていいの。いや、浮かして、浮かして、浮かして。見に来た、見に来た。浮かして、浮かして、浮かして。一回、一回浮かして入れて、一回浮かして入れて。スパッと決めよう。そうね。浮かして。浮かして、スパッと。俺もウッシーみたいにやりたいわ。シュッてね。いや、パラソンでふわっと落下して落ちるみたいなことを俺したかったんで。なるほどね。それを見せて。あ、それ見たいわ。連打パラソルでいいんじゃないの。確かにね。連打パラソル。チョンチョンですぐパラソルやればいいと思う。なるほどね。真上で開いたら。下を、まっすぐ下じゃ押せるのか。そうだね、ちょっと手前の方が。分かった。ちょっと操れんじゃない。でも左右には操れるけど、前後には操れない。これぐらいで、パラソル。はい、いいんじゃない、いいんじゃない、入って、入って、あー、はい、
俺の目標はこっち、こっちじゃねえか。何するつもりだ。まだやるの。まだやるよね。まだやるの。これ見えねえ。トルネードであいつを吹っ飛ばしてからの方がいいんじゃないの。そういうこと、うん、でもそんな早くトルネード使っちゃうとまた落ちちゃう。落ちるよ、絶対、絶対落ちるよ。全力でぶつかってあいつどっかにやっちゃうよ、トルネード使わずに。全力でぶつけて。俺もぶっ飛んじゃうよ。大丈夫、大丈夫、普通にトルネード使わずぶっ飛ばす。当たったらトルネード交換しちゃうよ。あ、そっか、能力。いや、トルネードにかけるわ。トルネードにかける、トルネードにかけるわ。トルネードにかける、トルネードにかける。全力トルネードにかけるわ。全力トルネード。やる気かこいつ。こんくらいだな。あー、やったらー、やったらー、おれおれー、あー、やられた。あのピンク、もう一回。あのピンク、あのピンク、ピンク、ピンク、ピンク。あ、でもまあ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 、でもいいよ、いいよ、いいよ。あ、このステージいつまでやるんだよ。あー、取られた。ピンク取られちゃった。取られた。いや、まだいける、まだいける、アメちゃんだからっていう。いや、そこ回ってんだよな。いいだろ。次、もう寝そうだよ、こっちも。言って、そこそこ。もう体力回復手段がないからね。とりあえずそのままの勢いです。取っちゃう2個。そう、そのままの勢いで。ね。無理だってもう。あ、これじゃ無理かな。ちょっとカーブかけるとか。そうだね。左にカーブかけて。お、あ、いいんじゃない。いいじゃん。すげえいいじゃん。あ、もうちょっと左かな1個。まあトルネードで多少の制御はできるけど、でも難しいな。いけるかなこれ。いいよ。大丈夫かな。うん。帯にならないから。いける。帯になりそうになったらトルネード開けばいいから。トルネード開い、あそこで開いたらだって。で、さっき大丈夫だった俺。そっか。根拠に飛ばしてるな。あ、取った。取った。お、すげえ。うまい。おお。トルネード開く。トルネード開く。オッケー。どこ行く？どこ行く？戻ってきた。何この。よしよしよし。5 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 5
で重ねて、いつの間にかスパッとだよ。スパッとはいける。あ、ちょっと待って、どんくらいだ。あ、そっか、半分でパラソルがあんのか。そうそうそう、いや、パラソルなし。パラソル踊らされてる、あいつパラソルに行ったな。いいね。うわー、綺麗。スパだ、めっちゃ綺麗。これやばい。待って、10点プラス10点か。あら、あらららあらじゃない、終わってみたら、あらららそっちやっちゃったんじゃない。あらららら、そっちあらららって、本当に10点ね、プラス最悪。あらあ、負けたか。負けちゃった。最後縛りプレイ課されたのにさらに縛るの。やったね。いや、勝てると思わなかったのね。あ、マジか。勝っちゃった。勝てると思ったんだけどな。そうだね、最後俺勝ったって思ったんだけど ね勝った。まさかこうなるとはね。やっぱ数字じゃない、まさかね、数字じゃないんだもんね。数字なんだよ。ウィン1って出てる。ウィン1ルーズ1って出てる。頑張ったよね。頑張った。頑張った。初見だけど頑張った。そう、面白いゲームでしょ。でも面白かったしね。まあ、もしかしたら俺一人対俺一人対3人だったらもしかしたら勝てるんじゃないか。武士のターンが回ってこない方がいいから。人数増えるほどまとまらないから。そう、標準の俺がずっとこれパワープレイいるからね。みんなと、みんなの意図とは違うプレイしたくなっちゃう。なんか奇跡起きんじゃねえかなみたいな。チームでやってると俺に任せろって言いたくなっちゃう。なっちゃう。冒険しちゃう。